伸ばせッオッケ OK んか見づらいかこうかなチラ見せそうチラ見せ程度なんですけどもこれチャック閉めないとね本当にあの帰宅 JK みたいになっちゃうこんばんは皆さん 元気お仕事終わったお疲れ様おしゃべりありがとう楽しかったありがとうございます楽しかったねあれシークレット衣装で帰ってきたのではさすがにあのシークレット衣装で帰ってきちゃったら大変なことになると思いますけど <laughs> はい制服行かないでってはじめましてありがとうございましたありがとうございました おかえり夏吉ってただいまあぐらじゃなくて私あぐらかけないマーメイド座りそうマーメイドに変更しました夜もいっぱい好きありがとうお待たせ補導されず行きたくさすがにねシークレット衣装で帰ってきては私の身が危ない セーラーラ服着てないのこの中に今着てる学校帰りみたいだよねそう今日ねそのこのな何て言うんですかこのこれをこうやって開けた状態であのおしゃべり会始まるまで着てたんですけどなんか学校を早退してきた JK 感がすごい強かった <laughs> 私もじゃんけんすればよかったなーって 今日はねもういっぱいじゃんけんしましたそれで隣がすもちゃんだったんですけどハセすももちゃんだったんですけど今日ずっとじゃんけんしてたねって言われました <laughs> たくさん好きありがとうさすが現役シークレット衣装はシークレットのままなのどうする シークレ衣装言ってもいいかないっぱい好きすいすいありがとう天使さんですかってえー、天使さんありがとうちょっと上にしようあ,あれ難しいわ揺れてるこの前グループおしゃべり会ありがとうあスすももちゃんのですってありがとうございます 初見ですってありがとうございますゆめちゃんの夏希ちゃんの2部行きたかったそう2部はね制服でした今日も可愛いありがとう服もらわなかったあゆめさんから服私いただきましたいただきましたよ確かに土曜日だから部活 JK 確かに部活 JK みたい こんばんは <laughs> じゃんけんしてる <laughs> 何回も手を外させてごめんなさい <laughs> そう私は私の4部ではえっとメイドさんだったんですけど猫だったのね猫で手をつけてたんですよモフモフのでもじゃんけんしようっていう時だけあの,あの手をつけたままだと私パーしか出せなくて絶対に負けるので <laughs> だからこうやって外してあのその時だけ人間になってじゃんけんしてみました勝率私ね本当にいっぱいじゃんけんしたけど一回だけ負けたあとは全部勝ちました <laughs> いやさすがにあれだよね強すぎて私もびっくりしちゃったなんでこんな強いんだと思って。 そんなにじゃんけんした <laughs> そういっぱいじゃんけんしたすもちゃんの冷静な分析お疲れ様ですお疲れ様スイスイありがとう一人目覚ましテレビかな <laughs> そうなんかさすもちゃんにもさサザエさんかと思ったって言われましたポコかな猫耳猫ハンドのすももちゃんかわいすぎたうーん夏希に感謝してください <laughs> 本当にあの時はさ私もさシークレット衣装着てたからさ出れなかったんだよそういっぱいじゃんけんしたのあれは似合ってたと言われて嬉しいものなのかどうかそれ私もねどうなのかと思ってた <laughs> なんか年相応だねとか言われて <laughs> あ,ありがとうえそれは若いっていうことなのかあの幼く見てるのかみたいな じゃんんけ大会復活したら優勝かもねそう本当に優勝かもでもわかんないこういう時だけ強いのかもしれない夢タンマーケットえ制服見たかった実はね今これ着て着てるんだけどね見せれない <laughs> だからメールに載せます写真載せることにしましたハートありがとう <laughs> メールに載せる でもねあの肝心の一番最後のシークレットもう言っちゃうよねじゃあ私が6部で来たのは遠幅でした延幅幼稚園生のやつなんだけど写真撮る時間があんまりなくってその多分みんなが見たいであろうそれがあ,のあんまり写真が撮れてないので遅れるかどうかわからないんですけど <laughs> 制服もね そんな言うほど撮ってないんですけどあのメイドさんの時いっぱい写真撮ったあれパーしか出せない猫ハンドでじゃんけんして全員に勝たせてくれるパターンかと思ったのに <laughs> そう私はね本気だったから <laughs> そうあのね何チョキチョキを出してこようとしてる。 方もいたよだけどね私はね「あちょっと待ってね」って言って <laughs> ちゃんとじゃんけんしてでちゃんと勝ってきましたスイスイありがとうドーナツガルボ先輩スイスイにお洋服ありがとうございますありがとうございますいい先輩夢たんて本当に29人に分身したいじゃんけんの勝敗つかなかったから今度決着つけような。 あの本当にすごかった本当に時間時間切れになるまであいこだったんです私すごいでしょ強いのじゃんけん大会センターパーだけじゃないガチじゃんけんそうもう本気になっちゃうから <laughs> じゃんけんしようって言われたら肩とか回しちゃうからよしって1回しか負けないそう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  jkb じゃんけん大会に出たら優勝やでもさそういう感じのじゃんけんの時は弱かったりするんだよねこういうタイプは誰もいっぱいありがとうございますで、えっと、どこまで読んだかなどこまで読んだかんなどこまで読んだかんな 村長のことはるちゃんと呼んでますかまだ実は呼べてないです <laughs> こんばんはこんばんは全部最高にやってたありがとう今日は楽しかったありがとうこちらこそありがとうございました可愛い,いありがとうお疲れ様でしたお疲れ様でも猫耳猫ハンドのなつきちゃんが最強だったけどねだって <laughs> じゃあ良かったですご機嫌 よっしゃーだってフォローしましたあ、ありがとうございますこんばんは最近気になってますえ、本当に <laughs> 嬉しいありがとうございますヤっほー NGT483 期生のスイズナツキですよろしくお願いしますちょっと待ってね近づけよでも近づくと私の居場所がなくなってしまう いいっぱい好きありがとうスイスイありがとうスイスイの制服見たい方は今からメール登録しましょうだってじゃあ最初に何を送ろうかなそうエンジエンジ猫耳メイドさんめちゃくちゃ似合ってたありがとうメール期待してるありがとう待っててね猫耳メイドさんあるならよしそ,それが一番写真撮ったかもツインテールだったのがリアルエンジっぽかった <laughs> そうしかもね ちょっと今ここにないんだけどそのツインテールしてるところに実はあのちっちゃい女の子がさつけるさ丸い飾りのついたゴムでつけてたんです今から着替えて自撮りしようウィンクくださいウィンク最近私ウィンク下手になってるあ働く細胞のキャラクター なんだろう。ティックトック見たよもつ鍋コンビあありがとうございますあれかこれ <laughs> これかあれ本当はなんか別の振りがあるみたいだけどもつ鍋風にしました来週の今頃は新潟ですツアーファイナルマイリーってもうそんなだね楽しみあ間違えて押した リカちゃんのメールから夏希ちゃんのメール変更したいえ、リカさんのメールも見てね。夏希のも見てほしいけど。ハートいっぱいありがとう。うんたるまありがとうございます。メイド夏希ちメールに送ってくれたら嬉しい。わかった。送るね。 今日のおしゃべり会4分の1ぐらいじゃんけんしてた <laughs> 本当にもうずっとじゃんけんしてずっと夏希が勝っちゃって「すいすいありがとう」「どの衣装もよかったです」あ「あ良よかったそれは肩回すとポキポキ音がしそう」「それはポさんですね」「すいすいありがとう」「今日村長とは話をしましたかしましたしたんだけどなんか話っていうか微笑んで <laughs>」っていう <laughs> やつです で私がメイドさんの服着てたら「かわいいね」って言ってくださったんですけど「かわいいって分かってるんだろう?」って言われましただからあそ「そんなことないです」って言ってそういう会話をしました「服かわいいですね」って見える <laughs> ありがとう。スイシークレット面白かったそうシークレットね大体皆さん吹き出すんですよ。<laughs> パッて画面が繋がった瞬間 吹き出すんですよ。なんでかな <laughs>？4月から気になってます。ありがとう。今日で最後だったのかね。最後だったのかって。そんなに可愛かったのかって。最近は気になってます。<laughs> はなんですね。でも嬉しい。ありがとう。すいすい猫耳さん、猫耳メイドさん見たい。メールで送る。じゃそんなに見たいって言ってくれるなら。 三期生公演当選メールきましたおおめでとうございます楽しみにしててねこんばんはウィンクは左目そう私右できない右だとなんかちょっとあの殴られたみたいになっちゃう <laughs> そんな変わらなかったどっちも殴られてたエンジン似合ってたあありがとう <laughs> 今日機嫌いいの夏希ちウインクめっちゃしてくれる <laughs> おかしいって夏希がウインクそんなにするのは何かあったんじゃないかみたいなねなんかやっぱり私は誰かと一緒にコラボ配信したり誰かの配信に映り込むとテンションが上がっちゃうんですハートいっぱいありがとうございますハートありがとうでテンションが上がってウインクしてた感じです ピンク可愛いありがとうこんばんは次のもつ鍋会が待ち遠しすぎて夜しか寝れませんもつ鍋会やったら大変なことなるぞ今日ももつちゃんと隣の席でオンラインおしゃべり会してましたもつ鍋とのおしゃべり会楽しかった良かったすいすいありがとうございます今日もめっちゃ可愛いですねえー、嬉しいありがとうすいすいあの TikTok なんでスイスイどうやってるのどうやってるっていうかなんかなんだろうこの 片思いふんっていう感じの顔ですハートいっぱいありがとう初見じゃないけど初見です押してしまったあ、なるほどねそういうことねあれか定型文にあるのかな村長との会話ははるか村の日常で微笑ましいあれは吹き出さない方が無理 <laughs> それあれ見たらしかも似合いすぎてるなんで似合ったのか 私絶対に似合わないと思ってたんだけどさ最近推し始めて12月のおしゃべり会行きますええー、ありがとう嬉しいそれはいらっしゃいませ夏木のこのルームへようこそ <laughs> それは昔先輩に言われたセリフですねって「スイありがとうおしゃべり会ありがとう楽しかったありがとうハートいっぱいありがとうございます」 知らってやっほーこんばんはこんばんはこんばんは遊びに来たよって嬉しいありがとうねこんばんはすいすいありがとうございますいっぱい好きもありがとう妹間に演じ服を合わせるとすごいことになるんだなと実感したどんな感じでした私自分のこと客観視できないからさなんかみんなどんどん吹き出していくなっていう感じだったんですけど ハートいっぱいありがとうございます。こんばんは。メイド可愛かったありがとう。私アメリカ行きたいだって嬉しい。ありがとうね。そういえばテロップゲー忘れてますね。テロップゲーテロップのこと確かに。えっと、50分までか。 うんうんうん今日楽しかったな夏希さんのおしゃべり会行きたいけど話すの苦手だし緊張でなかなか一歩踏み出せないですあそうなんですか大丈夫だよ夏のあのこんな感じなので多分。 大丈夫だよおしゃべり会でそっとじする展開にならなくてよかったえー、やめてそれ <laughs> すいすいありがとうえ彼女は妹にしたいから娘にしたいになる感じなんかいろいろ出てきてわかんなくなっちゃう <laughs> 村民管理職採用ですそう私なんかいろんなのをこうやって建物を建ててって言ってたら管理職になったみたいです テロップにハート入れるの、かわいい。ありがとう。ナッチュ、ありがとうございます。ナッチュです。やはり一対一はいい。本当？そう、一対一だとね。普段言えないこととか、なんていうのかな。あの、三期生のグループおしゃべり会だと、三人いるから。話せないこととか、個人的なこととかも話せたり。その人のことをよく知れるので、私も楽しいです。 シークレットは年相だったよ <laughs> 出た年相 <laughs> 5歳って言われたからね私夏希ちゃんのおしゃべり会行きたいえー、ぜひぜひお話ししよう遠服は先輩にも見せたの見せたというか多分目には入りました <laughs> こんばんは。 言いなせ <laughs> やだ星今日はメシテロ失礼しましたそう私あのなんだっけ今日メシテロを食らいました <laughs> でもさそんなメシテロ見せられちゃったらクオリティオブライフの話になっちゃうじゃん <laughs> こんばんはオフラインでも一対一はよってそうだね確かに。 早く1対1でお話ししたい。もっともっと、なつきちゃんと話したい。もっともっと <laughs> なんか聞き覚えのある。今日はありがとう。めっちゃ楽しかったよって。こちらこそありがとうございました。今日のオフショットはメールで見られるかなって。うん。メールに載せようと思ってます。あんなに園児が似合う JK がいると嘘 <laughs>、そんなに似合う 配信見るの2回目だけど妹感あるあ本当に妹感あるありがとう春日村公園の幼稚園の先生リスペクトですねあ彗水星頭いいもう釣られましたシークレットのままで帰たくううん一、うん、回えっと2分の制服に着替えてから帰りましたいっぱい好きありがとうあっハートいっぱいありがとうございます ショット撮影会で3期生の参加もあればよかったのに大声で, <laughs> で私たちはあれだったねグループおしゃべり会3人のグループおしゃべり会ちなみに参加された方どうでしたかもうね出てる何発表されてるのでは最後のグループおしゃべり会だったんですけどこの前が。 そのフレーズに反応、<laughs> もっともっとはあかんって <laughs>。なんかもっともっと聞いたことあるよね。言いのせ作るって言ってなかったっけ <laughs> あれもしかして言ったかな <laughs> もっともっと、本当にツーショット撮りたかったよって、ツーショット撮りたい。わかる。こんな妹いたら嫌って。<laughs> なんでなんで嫌なの <laughs> 楽しかったよって。ありがとうね。よかった。 楽しかったなら良かったもっともっとはルーンも違う1対3は大変大変かやっぱりグループよりなつきちゃん可愛すぎてポとなりましたあれポとなっちゃってますねそれは <laughs> すいすいありがとうでこのさ幻をさあの <laughs> 挟んでくるの何ですかこれ私これ定型文にしてないのに定型文みたいに使ってくる グループおしゃべり会もみんなでワイワイで楽しかったね楽しかったね夏希ちゃんおしゃべり会お疲れ様オンライン行かない派でごめんえー、全然いいよありがとうお疲れ様グループおしゃべり会はいろんな誘惑に耐えるのが大変だった <laughs> でも私グループおしゃべり会で初めてこんにちはしたよね私カイリ先輩に怒られたえー、怒られたグループより今日のソロで距離縮まった感じ そうなんかやっぱりソロだと言いたいことがさなんか何2人何3人3人と話すってなるとその自分のことだけを話しちゃうとさ何ていうかみんなとお話しするのが難しいけどやっぱり1対1だとその時に話したいことを言えるのがいいなと思います。通称と撮影会っったたらののもっちゃんの役をしたいですこれ やっぱり彼女がいいですねってですか?「豪華なメンバーを間近で見れて幸せでした」ってあ,あよかったそれは1対3は誰と話せばいいかわからんね難しいよねなんかその全体みんなで話せる話題を考えるのが難しそうだなと思いました私たちも最初はねすごい緊張してたからさポキッてなりましたこんばんばは 自分不器用なのでグループはちょっとああそうだなの妹にしたいけど夏きちお姉ちゃん <laughs> そうだね私の方が年上だよねもっともっとスイスイからのおもらう欲しいなんかすごい混ざってる <laughs> であのー、どれがいいですか <laughs> その中で「こんばんはまた夏きさんの歌声聞きたいです歌声素敵だったので,で」本当にありがとうございます」じゃあ多分次の枠で歌うかもね 今ちょっとイヤホンがないんだいつもはここに置いてるんですけど今日ちょっと持ってっちゃったからカバンの中に入ってるの。ニカ姫に怒られた ?30 日県民会館で会えるのが楽しみえ楽しみ楽しみですでも夏希ちゃん楽しいですよ沼にはまってますグッと <laughs> ありがとうございますミッション完了しました夏吉先輩ありがとうございます。 でも七海先輩とか日向先輩は優しかった今日参加できなくてごめんね30日はしっかりお援いしますえありがとうございます待ってます頑張るねほぼなつきちゃんにだけ話しかけてしまっていた <laughs> でもあれだよね最初はみんなと一緒に喋れたかなと思いますオフラインの上目遣い されてから結婚を決意した待って私 <laughs> 上目遣いしてたの自分も知らない事実グループはメンバーも大変なんだろうなってあでも楽しいですよなんかそのグループだと自分を気になってくださってる方以外の方他の子を気になってるんファンの方もともお話しできるので面白いです。 最後の方は他のメンバーが気を使ってくれて1対1に近かったかはいなめないほんとそうなんか「あっどうぞどうぞ」とか言われてさ「どうぞあ話してください」って言われて私「えどう,う <laughs> どうしようどうしようどうしよう」ってなっちゃって私もなんかさそう3人いたのに急に1対1になるとさ どうしようどうしようってなっちゃうから結局謎の時間が流れてしまったこともありましたね <laughs> 今日は充電バッチリでしょうか今日は、えっと、充電しながらやってますかえりちゃんに怪しい手に選われたそうなんですかグループは外から眺めてるのも楽しいですあよかったそうなんか3期生がわちゃわちゃしてるのも見れるよねグループおしゃべり会だと。 スイスイってありがとうございます。グループおしゃべり会はなつきちゃん一筋だったよ、多分本当に <laughs> 本当かな。でもいっぱいあのキャッチフレーズできた。スイスイありがとう。いっぱい好きありがとうございます。なつきちゃん応援してるよーってありがとうね。後ろのショールームの文字かわいい。え、嬉しい。ありがとう。そう、これね、私ショールームのこの W と M が。 どうやってこういうふうに書くのか分からなかったから私の検索履歴に WW 文字とか W フォントとかいっぱい入ってる <laughs> こんばんは正直言うと今日ちょっとおにぎりちゃんにも惹かれた正直でよろしいりり <laughs> ナもいい子ですみんないい子さあここで夏きを離れるか 離れないか <laughs> スタートですあざといさすきちゃん応援したいありがとう自分のつ地倒しすぎてグループ行ったら他の子置いてけぼりにしちゃいそうって大丈夫だよみんな気使ってくれるの <laughs> ハーありがとうございましたっこありがとうたっこたっこたっこ祭り <laughs> 今日私たあこたあこたこ祭りをねこのすっごい近い距離で見たよ。ハートありがとうございます。星ありがとう。うんとえー、とうんと。グループおしゃべりか譲り合いだった。そう最初は 最初の方は結構みんな私を応援してっていう感じだったんだけどなんかねみんなそれぞれのそれぞれ推してる子を把握してきて「ああの方は誰々ちゃん推しだな」って分かってきてから急に「あどうぞ喋ってください」っていう場面もたまにありましたそれはドキドキみんなうなずいてニコニコしてくれてて優しかったってそうか愛かったです可愛かったよグループの時はポキさんにいろいろとバラされたそうなの グループを喋り返すだから見てると恥ずかしがって隠れる「なつきちゃん可愛かった」そう定期的にねちょっといなくなるんですけどでも私がさそう隠れるのをもう分かっててこうやって隠れようと思ったら一回一緒についてきたファンの方がいたここで試されるのかそうここであの試験が始まりました。 離れるわけないやんで本当にありがとう <laughs> すいすいありがとうございますお疲れ様ですお疲れ様離れないよグループから1対1になった時他の2人気まずそう <laughs> いやでもそんなことないよ例えば私があどうぞってなった時はこうやってニコニコしてうんうんってしてたまになんか喋っちゃうか踊ってるか はじめましてありがとうございますよろしくねあ合否確認するのを忘れてた離れる時は私と決めていますえそんなに私すごく重要な役割ナビの前に立った両サイドのメンバーがさっと引いたけど2人にも話しかけたら寄ってくれたねあっさっと引いてた <laughs> 10分間の休憩は何をしてるの ?10 分間の休憩…あこの10分間の休憩ですか 私はね、ご飯食べようかなって思ってる絶対10分じゃ食べれない <laughs> けどもうドタバタですぐ始めちゃったのでそうだねなんかちょっと一瞬こうやって布団に寝ようかな <laughs> それかここをちょっと変えるか新たに夏希ちゃんにくっつくという選択肢はありありです これをおしゃべり会購入に導く一言が欲しいえー、難しいなそれ置いて置いてーそのタコの歌聞いたことある聞いたことあるよね私も聞いたことあるんですグループはなかなか行く機会ないことも話せて面白かったそうなんですそう1回に3人と話せるからこっちもファンの方も 普段接点のない方とお話できるのが楽しい。屋外の時に霧みたいなの浴びてるつきちゃんが可愛すぎた。そんなのあったっけ <laughs> 記憶ない <laughs> で。でもまあか愛かったなら良かったです。ありがとう。<laughs> 何の話かわかんないけど。スイスイいっぱい好き。ありがとう。むしろ話してる2人が気まずかったから。<laughs> そう、本当にそう。なんか 見られてるし見られてるし私真正面だと顔見れないしみたいな <laughs> そう私は踊るよよく踊ってる僕もなつきちゃんが最後のおしめで決めてます本当に本当なの なつきちゃんに完全につられに来ましただってありがとうでもこのフラワーが怒っちゃうかも <laughs> フラワーちゃんが怒っちゃうかもグループおしゃべり会で同じグループに推しが二人いたらお互いに譲り合ったりして気まずいかもね確かに。 気まずい <laughs> でもでも何みんなとおしゃべりするのも楽しいよこんばんは10分の間に衣装チェンジえー、どうしよう <laughs> どうしよう <laughs> でもご飯も食べたいすいすい30日昼夜行きますほんとに待ってるねー待ってますはい買いますチョロわタだって <laughs> <laughs> えおしゃべりできる今日はありがとうございましたこちらこそありがとうございましたライスさんコラコラだって <laughs>「おしゃべり会ではなつきちゃんを独り占めできます」ってこんばんは「東京3レーンから覗いてるなつきちゃん可愛か,かったああれだ全然あの3レーンからファンの皆さんが見えなくてずっとこうやってやってたやつ。 幻想的なこんばんはポキさんに知られてたのは予想外えポキさん知ってたのすぐ記憶をなくしがちそう私すぐ記憶なくなるでもうんでもじゃない言い訳しませんごめんなさい <laughs> こんばんは押し目にしたら簡単には離れないよだから押し目増えるんよなるほどね確かにそれはしょうがないや まさか私のことを知ってくれてとは思わなかったって知ってるよんで今日のおしゃべり会の感想は今日のおしゃべり会の感想は今日はハロウィンコスプレでいろんなコスプレをしたんです2部4部6部でそれがまず楽しかったのとなんか一緒にコスプレしてくれてる方もいたし なんだろうじゃんけんの印象がすごい強かったみんな頑張ってじゃんけんしてくれるのに私毎回勝っちゃって <laughs> 今日のぬいぬいは今日のぬいぬいはいません私ぬいぬいいないんです今家にうニコニコうん、うんで他二人が見てるの確かにちょっっと恥ずかしかかした <laughs> なんかさ私はさ二人がここにいるからどういうふうに見られてるかわからないけど確かに。 皆さん側から立ったら圧がすごいよね。<laughs> はじめましてはじめましてフラワーちゃんフラワーちゃんバレわかる <laughs> わしが2人踊ってるスイスイ見たい時は他のメンバーと話せばいいのかえー、<laughs> そんなことしたらいじけちゃうよね。<laughs> バレてるよ離れちゃおうし知ってるもん。 自分がスイスイ好きになったのはグループをしゃべり会のおかげあ本当に嬉しいそれは嬉しいグループで話さなかったら多分一生話さないと思うメンバーいて楽しかったよね、いろんなことをお話しできるから楽しいよねなつきちゃんのショールームはこっそり見に行けましてありがとうございますご飯食べて食べててありがとうね フラワーのことは言わないで <laughs> こっそり来月のおしゃべり会取とりましてありがとう内緒 <laughs> でも多分フラワーちゃん知ってると思うんだよね夏気が増えてるって30日昼夜行くけど見つけられるかなわどうだろう席が見つかっ席を教えてね こんばんばはグループおしゃべり会のおかげで高校生以上の9人とはそれなりにたくさん話せたからよかった確かにもうさ全員と話したんじゃないもしかしてこんばんはすいすいありがとうございますなつけちゃんのキーホルダー30日ゲットしますキーホルダーあグッズかありがとう。 12日のおしゃべり会はクリスマスコスプレでしょうかなんかさ、春に言われたんだけど私ってミニスカサンタになるんですかあとトナカイ <laughs> なんか言われたんですけど自分のあれはコスプレと言えるのかなえ、可愛かったよこれ <laughs> 今日のポコは 今日のポコはまだ待機中ですなつきちゃんの可愛さでデレデレだったえ、嘘ありがとうフラワーさんからの当たりが強すぎて悩んでます <laughs> まあその分愛があるんだと思いますよ <laughs> 思いますけどなつきもじゃんけん強いは聞いてます今度ギャフンって言わせてやるえ、怖い怖い <laughs> 怖いよでも私本当にじゃんけん強いんだよね 話してたら踊ってるの見れないんじゃんなんか待機中とか踊ってるかも <laughs> なんかねそわそわしだしちゃうのいっぱい好きありがとうなつきちゃんの圧は大したことないですあ本当に <laughs> じゃあよかったけどまだ NGT に,に推しがいないんだけどどうすればよきそれはなつきを押したらいいと思います それが一番手っ取り早い近道です「すいすいありがとう」「発見したら連絡するね」って「ありがとう」「待ってるね」「頑張って探す」「こんばんは」「現役の園児から高校生に見えてきました」あ「あ良よかったです」です「私さ2部ではセーラー服を着て6部では園児服」「園服」を着たんですけど全然印象変わるよねなんかさ私もさその 何こうやってカメラの前に立つと遠服着てる自分がいてすごい毎回びっくりしてましたなんやかんや全員と話したよねえ何それミニスカサンタとかかわいいやつじゃんそうみミニスカサンタと仲いいあ今日のおしゃべり会でなつきちゃんも増えたのとフラワーちゃんに言われたよそうなんかね聞いた気がするの私それを花枝ちゃんがあフラワーちゃんが言ってるの聞いたの いいっぱい好きありがとう。猫耳メイドさんもまたぴゃぴゃに。ャャにャャ <laughs> なんか今日ダメだな。猫耳メイドさんもまた見たいえ嬉しいどうしようまたやっちゃおうかな。YouTube でマックス流れてますオンラインも行ってみたいけどリアルでたくさん会いたいから我慢してます私って偉い <laughs> 待ってるねリアルで会えるの楽しみにしてるまるはじゃんけん強いって言うからね。 クリスマスマ特別公演もあるからねそうそう画面越しだとミニスカかどうかわからないのでメールでオフショット確かにあのさあのー、私のさこのセーラー服ももしかしたらさあのミニスカートじゃなくてさあのヤンキーの長いスカートだったかもしれないよね <laughs> ここしか見えないから <laughs>。 もちろんミニスカサンタでそう私ねサンタさんやってみたいなって思ってるんですサンタさんは多分ほとんど確定雪だるまとか <laughs> バケツかぶったら雪だるまコスプレになりますかね夏希を押したらいいと思いますてかみんなで新潟旅行行くやつ新潟で年越すことになりそうえ本当に？とにっていうことは新潟になるね ちょっっと待って何言ってるんだよ私ポルカさん権力あるみたいだからミニスカさんとするしかねなんかさあの私ポルカにやられるみたいです <laughs> すごい髪型そうちょっとろれが猫耳メイドすごく可愛かった嬉しいありがとう,そう私さ猫耳メイド似合わないと思ってたんだけどなんか意外といけたポルカさんポリスそうポルカさんポリスでしたね可愛かったよでもねすぐにあの手錠持ってたのポルカが。 すぐに逮捕しますってやっててやくるから嫌でした <laughs> まあそんな嫌じゃなかったけどねいつか握手会もできたらいいなそうだね楽しみそれ僕もリアルに備えて温存しておきますってリアルでも会おうね早くリアル会いたいって来月のおしゃべり会で夏希の間にはまらせてくださいって分かりました <laughs> お話考えとく夏希ちゃんの生は神だよね かわいいし,足細いし,可愛いし足細いしって嬉しいありがとう制服の人はジャージの可能性も確かにその可能性もあるね何部に入るのまだ内緒まだ希望の状態希望してる状態トナカイトナカイね悩んでる新潟になるね楽しみすぎて今からスイスイしてます楽しみ今日のコスプレはメールで送ってくれるの送るよ でも今日送るか明日送るか分かんないけど近いうちに送ります。今日俺も猫耳つけてた方が良かった <laughs>。猫って分かってたのか <laughs>。ハートいっぱいありがとうございます。だるまありがとう。バラありがとうございます。ハートありがとう。かわいいありがとう。ありがとうね、みんな。えっ、ー、と。 人見知りな私でも仲良くできそうなので追加しましたえ嬉しいありがとうねなんかはるかから来た夏希ちゃんの演じ服可愛かったうふウみたいな <laughs> でも今もつおち消えちゃったからそんな感じだったかわかんないけどなんか来ました今サンタじゃなくてトナカい印象に残るえ本当にサンタさんもやってみたいな ひなた先輩は猫耳嫌がるなんか猫耳しないって言ってました <laughs> あるあるファン見せるの忘れたえ持ってたの僕は夏きラブに入りました <laughs> なんかさそういうのつけるの上手だよねいつも思ってたけど <laughs> 送れば送らせはめり始めたよあ本当にありがとうございます顔が可愛い足が細い背が。 とにかくかわいいよかったありがとうショールーム見てるよジュフフだってポルカーポルカがショールームを見てジュフフって言っている12月はサンタ率高め確かにねてか夏吉お疲れ様だからゆっくり休んでねってえありがとうまだ元気だよウフウフじゃなくてジュフフでしたおにぎりちゃんのところには約束してた猫耳つけていたあそうだったの 待ってフォルカいる、ね、誰もありがとうゴロ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 ふん <laughs> はじめましてあリアル握手会が再開したらアロンアルファ対策考えないと <laughs> でも実際に私がアロンアルファつけてきたらびっくりだよねなっちゅうてこんばんはすいすいありがとうそういえば今日メール来てないあそうだよねそう私送れなかったのふんがかわいい デュフデュフみたいな <laughs> いっぱい好きああ待って待ってやばい来ちゃった著作権ですよで南川遥が言ってますこんばんはふんかわいいありがとう著作権なんですか遥かさんポルカ来たポルカねポルカ最近なんかすごい夏気にデレデレじゃないですかポルカさん著作権アロンアルファースイスイがアロンアルファして から鍵開けの人だけで握手しか終わっちゃう <laughs> 確かに一人でも終わっちゃうポ <laughs> ルカの名前がちゃんとしてるの違和感しかない <laughs> ね本当にそうイベントだからちゃんとしてるみたいだよスイスイありがとうこんばんは著作権そうなんかね著作権で訴えるぞって言われましたポルカ強し <laughs> なんかポルカ強いな。 これはもう、そいつなつきをお寿司か。あお寿司か。嬉しい。嫁だから、そう、なんかね、今日もね、何度も何度も、さすが俺の嫁って言ってきました。えさすが俺の嫁って。ポルカさんの著作権だから、はるかさんには関係ないよ。<laughs> ああ、名前戻しちゃったからだ。ポルカさんの本名、南川はるかさんって言うのね、だって。ポルカさん、今日も負けた。ラビッツは勝ったけど。 ポルカさんに話しちゃってるじゃんポルカさんお疲れ様ポルカお疲れミニスカサンタの案よろしくお願いしますだってあーあー計画が進んでいるいっぱい好きありがとうちょっとポルカとけ決闘しに行くか待って決闘わかんない <laughs> 南川ポルカが本名だと思ってたんだけどすごいなんかポルカポルカ嫁が3人ぐらいいるらしいよえ そうなのポルカ嫁が3人いるんだってちなみに私は嫁になるなんて一言も言ってないよポルカ嫁が3人いるんだって何にポルカ一歩多再生ポルカ一歩多再生なんだそれは私はしょうがないポルカさん元気ポルカそうポルカ今日髪型可愛かったねこんばんはこんばんはありがとうございます なんかもうちょっとで50分になっちゃうねポルカさんさんまたバラされた「スイスイは僕の嫁やから」だって <laughs> オンラインだと別の例に言ってるの気づかれないたまに気づくんだけどね実は近くにいたら気づくんだけどね「夏希だけだよ」ってあ「ポルカダメだよ」そういうの言ったらそれね「あの夏希だけだよ」っていうのは大体夏希だけじゃないんだよ 二股たたたポルカさん男性なので私の嫁にもなってあもう結婚してるよねポルカバイバイ <laughs> ポルカちゃんに認知されてますけど夏希ちゃんは夏希ちゃん夏希しか見えない夏希しか見えない本当にポルカさんライ,ライスさんみたいポルカ娘はダメ夏希しか <laughs> ごめん嫁にできないだけどよーっていう DD 多いポルカガチ恋の人がスイスイに嫉妬するポルカガチ恋の人がスイスイに嫉妬するえあ私が嫉妬される側だあやめて <laughs> 私は何も言っていないもう結婚してたわーそうだよもう結婚してたわーあと2分あと2分かやばい壇上読むねじゃあえっと行きます 13位、グッピーさんありがとうございます。12位、カズツーさんありがとうございます。11位、あきらちゃんありがとうございます。10位、りょうじさんありがとうございます。テッテテテ9位、みっちーさんありがとうございます。8位、なおくんさんありがとうございます。7位、そるさんありがとうございます。 六位奇跡の左足、あと、のりさん、ありがとうございます。五位ミーさん、ありがとうございます。四位あさゆきさん、ありがとうございます。でってってって、で、で、で、三位にゃおさん、ありがとうございます。二位とみのすけさん、ありがとうございます。そして一位りゅうせいさん、ありがとうございます。皆さんも見てくれてありがとう。わいたー。<laughs> わいたー。 ありがとうみんなまあ,あと10分後には始まってしまうんですけどちょっと休憩したらまた一緒にあの <laughs> お話ししましょう多分すぐ帰ってくるんですけどじゃあまたねまた後でバイバーイバ,イバイバイバイ。